うまいっす、うまいっす、マジうまい、マジうまい。うまいっすね。どこで覚え出すか、その技。マジうまいっす。基本的な立ち回りは、あの取って、決算して、で、三十四側に、これちょっと結構覚えてほしいテクニックなんで、三十四前歩くときって、このデッキ、アイゴレとかないんで、基本的にあれじゃないですか、盾役がやっぱ軽いユニットっていないじゃないですか。普通の三十四ってやっぱ、マイナーの三十四ってアイゴレとかがあって、前につきやすいよみたいな感じだと思うんですけど、この三十四ちょっとアイゴレとかがないんで、こんな感じでゴースト前に出して、三十四がつくギリギリぐらいでゴーストが殴るから、このゴーストに例えば結構高めで対応してくれたら三十四が相手陣地に入らなくて、そのユニットを溶かすことになるじゃないですか。このゴーストの位置って呪文も巻き込まれないし、相手のユニットが対応してきたら、そのユニットを高めで処理できて、じゃあ、もう、ノーリスクだよみたいな感じなんですよ。攻めにも使えるし、なんか、アドを取れるゴーストみたいな感じなんで、三十四出した後は、もうこの位置でゴーストを置くこと。要は、当ててきたユニット溶かすスピードが速いじゃないですか、ユニットだったら。あとは、普通の施設の位置釣れないんですよね、このゴースト位置って。例えば、ホグの完封位置とか、上から四つ目の、そう。そのサイドの建物の位置だと釣れないんですよ。もう一マス高くしないといけないんで、もう一マス高くなったら、三十四がタワーに入んないんで、タワーじゃなくても、シュッと殴ってくれるんですよ。殴ってくれるとか、打ってくれるんですよ。感じですよ。あとは、ユーノの前に、ユーノの前にゴルナイつけるとかですかね。ユーノとゴルナイってめっちゃ相性良くて、ユーノに当てたいのって結構小型のユニットじゃないですか。はい。コメントで軽めに処理して、取ってみたいな感じだと思うんですけど、その前にやっぱゴルナイつけてあげると、ゴルナイで小型のユニット吹っ飛ばして、ちょっと硬い系のユニット、ユニットが死んだなとかなるんで。三十四以外の攻めをするときは、出さないとき。要は、医療とかで守ってカウンターしたいってときは、ユーノの前にゴルナイつけることを意識したりして、あげると、ユーノが誘ったりしますね、その場合に。マスケとか溶かしてくれたり、それこそ高回転に対してだったら。まあ、それぐらいですね、意識するの。このゴーストだけちょっと意識してもらったら。あと、アド取ってから、体感アド取ってるなって感じたら、三十四展開するような気持ちですね。体育きついんで、体育はもうしんどいから、ちょっと頑張ろうかなぐらいで、あんま頑張んなくてよくて、はいはい。勝ちたいのはそれこそ、高回転系とか、今流行ってるのに、なんか、スペルなしのロキョネスあるじゃないですか、2側の。はいはい、あるですね。分かります、ボールのやつ、あれとかには勝ちたいですね。迫撃ホグじゃないよね、だけど、モブターンのロキホの。あークイックホグマイティーホグみたいなやつです。マイティロイ以外は勝ちたいですね、今やってるべきだったら。これ来たら、こうしようみたいな、もう、打開策をもう、頭の中で組んどくんですよ。うん、あ、スケドラ歩いてきてるみたいな感じで。これ、食らいたくないなと思ったら、食らいたくないなだけを考えるんじゃなくて、どうしたらこれ食らわないんだろうとか、感じですね。どうしたらこれ延命できるんだろうとか。どうやったら、バルーン組まれたら止めれるんだろうじゃなくて、だったら組ませれないんだろうとか、って感じですね。ラバル組まれると、しんどいじゃないですか。ラバー系ドラとか、ラバインドラとか。三十四がなくても守れる形じゃない。正直ラバーだけだとあんま困ってないじゃないですか。ラバーだけで倒られてるのは見たことなくないですか。でもラバーしんどいんで、許容しながらリックで攻めるって感じですね。まあ、悪くないコンプですよ。大丈夫。めっちゃいい三十四、これも。ここっすね、問題は。はい、めっちゃいいですよ、そのゴースト。完璧です。あとはそう。さっきも鳴りましたからね、このライトが。ね、もういいっすね、完璧です、本当に。あれっすね、街がちょっとやっぱ多いんで、結構少なくなった方ではあるんですけど、まだ1とかも2超えちゃってるんで、それだけちょっと意識して、感じですね。とての街は別にいいんですけど、カード切ってから待ちだと本当にゴーストにしかないのに、今日まだ受けがないって感じで、ヒースもあるところに急いでもらって、ユーノ回してインドラなんとか受けるっていうのが正解だったしね。ポイズンでやっぱ飛んじゃうなって30勝勝ったと思うんで、インドラどうしようって頭では考えてたけど受ければ出ない。僕も最初そんな感じだったら30勝、まあ、手が忙しいんですよね、30勝って。それがちょっとやっぱ他だけ違うんですよ。他だけ街が強い時多いと思うんですけど、街じゃないですか。街強くないんですよ、この駅一回動いたら止まんないことがもう一番強いので、インドラは事故りやすいんで、これ
三十飛ばされたらどうしようって考えとくべきですね。うわ、なんてないってなっちゃうんだよ。こう、ディガー切った後だったんで、ちょっとね、ポイズンどう処理されるんで、ポンプ行きたかったっすね、これ。そうですね、いい感じですね。もう三十のタイミングがめちゃめちゃバッチリでした。ポンプのタイミングも基本的にはいいんですけどね。もっと攻めっ気あってもいいかなって感じですね。で、あれですね、もうこれ対空系には左ゴールで合わせたんですけど、右中来てる手前にちょっとめちゃめちゃ死んでくるんで、これ見る前に三十した人がいいです。見る前に出す前に三十した人がいいです。これ正直どちらもいいですね。ユニットで受けてると初手でやっぱカウンター残るってことは1アドルゴーストを出してるってことなんで、ね、でヒースピだと消えちゃうじゃないですか、そのアドが。ユニットも残るしアドも取れるって感じですね、ゴースト受けたの。なんであれゴーストして返すね。ハムヨシって結構単体でアド取れるカードゴースト以外少ないんで、うん、攻めるときにちょっと攻めたいんですね、アドするときに。その攻めれるときをもっとアド欲しいってなると、こうやって2倍タイム入っちゃったりして、相手もエリクサー増えるじゃないですか。そうそう。で、結局いい感じに守られちゃって、みたいな感じなんですよ。うんうん、で、触れるときに両サイド振る。あとこれ、あれですね、もう墓石置かれる前に墓石盤面になるとだるいんで、墓石で墓石出させるべきですね、墓石ってやっちまいます。あ、そうですね、ゴレです。ゴレですか。本社も本当臨機応変に立ち回りが正解なんで、立ち回りの正解とかがないですね。人によって本当に違うし、上位のプレイヤーも。あー、ここもゴブリンもウォールブレーカーも切ってるんで、ハシマエルボが行きたいですね。もう速攻でロコスだったらで、マイティここで溶かせるんで、出てきてもいい感じなんですよ。でもこれ6個捨てできるようになりたいですね、ここ。宿ったら次の防衛楽になるし、攻めも楽になる。うん、もういいことしかないんですよ。で、常に7個捨てとか6個捨て、もう、これどうやったら弾削れるかなとか、1本打っただけで満足なんじゃなくて、もう1本打っちゃおうみたいな感じの、もう、攻めの意識ですね。もう気持ちも強気で、負けるわけねえだろうぐらいの勢いで。テッカーとか大型にはそのゴースト強くないんですよね。もういいですね。めちゃめちゃいい。回るんか。1回で攻め切ろうとしてるのがもういいっすよ。ゆっくりでいいっすよ、ゆっくりで。まあでも、ないか。まあ臨機応変に高いようにするんですけど、あんまないっすかね。発展した途中にまずないんで。ああ。ないから参入したら。もし本当に人によるんでも、ニクラマさんの立ち回りが正解なこともあるんですよ、僕と比べて。うん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 。うん、慣れていくしかないです。この本当にこの食べ方っていう自分なりの、うん、間に合うか。そうか、ほっと遅かったですね。今1ヤードくらいで見終わったと思うんで、強くないですよね、アイゴレないと。アイゴレ前につけれないんで。墓石が倒れて分かると思うんですけど、墓石がめっちゃしんどいんで、バンキ。そのために丸太になってもらえるんで、墓石を
なんていうんですかね、例えばゴーストを墓石で受けたら墓石って壊れるんですよね。墓石をゴーストで受けたら墓石って壊れないんですよ。何言ってんだってなると思うんですけど、例えば墓石先を近代にしてゴースト出したらゴースト全然働かないじゃないですか。でもゴースト出してから相手が墓石出したら墓石って壊れるじゃないですか。なんで、なんていうんですかね、フルに剣道三十士のイメージっていうのは7コスで戦うぐらいがいいんですよね。普通は普通の回しってる時はやっぱ相手にしたいことされたくないんで、やっぱ、うんうん、でこっち側はそれでどんどんあの取ってボンプとかで当てて悲しくんでボコボコにするっていうのがもう理想なんですよ。相手にいい形、気持ちいい形を組ませない。あ、それでもね、ここまであの取ってると絶対攻めきれちゃうんで大丈夫なんですよね。メガネで振ってきても多分守れるぐらいのエリスが残ると思うんで、うん、嫌なカードはもう出させないっていうか、もう出させられてもあんま、なんていうんですかね、活躍しない出させ方はするんですよ。墓石あったらその辺攻めれないじゃないですか、攻撃がしもすぎるんで、ね、墓石を置かれる前に墓石潰したいなって感じで思ったら、もう墓石潰しに行こうって10コス溜まる前にやるんですよ、うん、で10コス溜まってからだとリセットしようってなって墓石置くじゃないですか、やっぱ墓石とか石付け、うん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 、でその手によってめっちゃ墓石で強いカードなんで先置きを潰したいですね。結構まああれっすね、相手に肉気が少ないなってだったらもうほぼいても突っ込むような感じもいいっすよ正直、うん、もう正直今の相手ギャングぐらいしかなかったじゃないですか。肉受けが分分に振ってもうこうやってたのもそこに割れた転がしちゃって、もういい感じに殺せるのかな。そうですね、ゴーストの草って結構抜けないと思うんですね。まあ、1勝目は楽々勝ですね。もうさっきとは全然違うですね。めちゃめちゃ上手くなってます本当に。やっぱ一戦一戦学んでくることで結構大事ですね。もう本当に2本立ってるんで、もうめちゃめちゃいい感じですね、状況的には。でここも三重士からもうギチャダゴーストまで全部できて完璧だなと思ってましょう。いい感じに気をつけのサイクルを目指してて、本当にうまいんだなと思ってました。人気でこれあれじゃないですか、ゴーストがさっき言った位置だったからアイドルに釣られなかったじゃないですか。さっき言った位置だったら、さっき言った位置ってかルート決済してなかったら釣られるんですよね、これゴーストが。このゴーストもあれですね、もうちょっと右に出したかったですね。左も右も同じ感じなんで、あ、そうです、右の先のホームの位置に、よいしょ、めちゃめちゃダイヤントレックですよ。まあ、その選手マジ上手いです。これ施設壊して別に攻めれるっていう、マジでいいっすよ、これ、どれとかさすがに上手いか。うまいっす、うまいっす、マジ上手い、マジ上手い。え、うまいっすね。お、お、お、いいのか。どこで覚えたっすか、その技。マジ上手いっす。